ねえねえマリサ。うん、どうしたんだ？久しぶりにお向かいさんが遊びに来てくれたよ。だからさ、ちょっとマリサも一緒にお茶とか飲まない？お向かいさん、そんなに親しくしてたお向かいさんなんていたっけ？はい、入ってきていいですよ。わざわざご丁寧に。では、お邪魔します。はい、というわけで、いつもごひいきにしてくださっているお向かいの、不死身の爬虫類さんです。ちょっと待って、うん、ちょっと待って。いやー、ちょっとお邪魔しただけなのにお邪魔でいただいて申し訳ないね。いえいえ、遠慮なさらず。あち。もう、猫舌やんなっちゃう。ふふ、勢いよすぎるのは相変わらずなんだから。はぁ。待て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 、お尋ねしますが、あなた SCP ですよね？あなたケテルクラスの不死身の爬虫類さんですよね？え？そうですけど。いや困惑してるのはこっちだわ。なんでうちのお向かいさんに SCP が住んでるんだよ。もう、何言ってるのマリサ？数年前に大規模な収容違反があってから、SCP は財団の手に負えなくなって、今では、みんな仲良く SCP と共存してるんだよ。いやマジかよ。ていうか財団何サボってんだよ、頑張って収容しろよ。ていうか、あなた確か人間を憎んでませんでしたっけ？ああ、昔はよく殺していましたけど、攻撃しないだけで、お菓子とかくれる優しい生物だと気がつきまして、今ではめっちゃフレンドリーです。最強の SCP がお菓子で釣られちゃったよ。あ、実は最近ハマってるイチオシのキャンディー持ってきたんですよ。どうぞどうぞ、取ってください。いや待て、これも SCP じゃねえか、しかも危ないやつ。やったー、遠慮なく3個とか取っちゃおうかな。ダメダメダメ、腕が切断されるから。あら、バッケイちゃん、もう起きちゃったの？いやいや、桜、その生物ってまさか。もう、何言ってるのさ。この子は我が家のペット、くすぐりお化けのバッケイちゃんでしょ？まさかうちにペットがいたとは。っていうかお化けだから名前がバッケイって安直すぎか、もっとちゃんと考えてあげて。あはは、もう、くすぐった言ってば。あは、あはははは、やめてもう限界。楽しそうで何より。微笑ましいですね。あれ、また誰か来たみたい。お邪魔します。うわわ、また不死身の爬虫類が。あ、いや、俺不死身の爬虫類じゃないですよ。この人はレッドプールから出てきた恐竜人間、SCP-3544 だよ。この家ちょっと不用心すぎない？っていうか、レッドプールって確かカナダにあったんじゃ。なんでここにいるの？いや、実はですね、なんかそこら辺の水たまりがレッドプールになってそこから出てきました。いや怖すぎか、なんで水たまりがレッドプールになってんだよ。待て待て待て。カオス、こんなカオスな空間ゆっくり茶番で見たことねえよ。誰か助けてー。何の音だ？これは、サイレンヘッドの警告音だ。いやサイレンヘッドまでいるのか。外で何かあったみたい。ちょっと様子を見てみよう。みんな慌てて逃げてるんだぜ。何があったんですか？大変です。唯一収容され続けていた SCP-505 が収容違反を起こしたんです。絶え間なく増え続ける万年筆のインクに飲まれてしまったが最後。世界終焉シナリオが起こってしまいます。マジかよ。うわぁ、もうそこまでインクが来てる。あなたたちも早く逃げてください。どうしようどうしよう、まさかこんなことになるなんて。そりゃ管理できてなかったらこうなるでしょうよ。ダメだ、もう終わりだぁ。憎い。俺は憎いぞー。不死身の爬虫類さん、一体どうしたんですか？どうやら、本能を思い出してしまったようだ。俺は今、人間の命を脅かすこのインクが憎い。お菓子の美味しさを教えてくれた人間を脅かす、このインクが憎い。いやそこかよ。もう許さん、俺の持つこの圧倒的なパワーで、このインクを止めてやる。ダメです不死身の爬虫類さん。そんなことしたら、あなたの命が。ふっふっふ、人間を救えるなら本望さ。マリサさんの言う通り、どうやら人間と SCP は、共存できない運命にあるのかもしれない。しかし、俺は人間の優しさを知ることができた。この恩を返したい。あ、兄貴。兄貴だったのかよ。さあ、早く逃げるんだ。このインクはここで食い止めてみせる。不死身の爬虫類さん、あなたのことは一生忘れないよ。よやー。不死身の爬虫類って、世界終焉止められる能力なんてあったっけ？あ。わー。こうして、万年筆のインクは世界終焉シナリオを引き起こし、地球はインクに飲まれてしまいましたとさ。皆さんも、SCP には十分気をつけようね。っていう。ゆっくり茶番を考えてみたんだけど、さすがに突拍子もない内容だから没にしようと思います。もう手遅れだよ。